鮮やかな大輪で華やかに咲き誇るダリア。大きさや花色が豊富で、アレンジメントや花束、ガーデニングでも人気があります。花の日持ちが短いことが大きな悩みでしたが、この度農研機構は日持ちの良いダリアの研究・開発に成功しました。およそ2倍長持ちする3種類の新しいダリアをご紹介します。農研機構ではダリアの日持ちを向上させる研究に取り組んできました。栽培時期と栽培法の異なる切り花を用いて日持ちを調査します。こちらが新品種のダリアです。エターニティトーチは日持ちが安定しており、露心がほとんど発生しません。セミカクタス咲きの花は大きく豪華なため、観賞用として最適です。エターニティロマンスは日持ちに優れ、通常より早く成長するため生産性が高い品種です。桃色品種としては大きく、ボリュームのある切り花に仕上げることができます。エターニティルージュは3品種の中で最も日持ちに優れています。また成長が早いため生産性も高い品種です。くすみのない綺麗な赤色のフォーマルデコル咲きで、切り花にボリュームがあります。従来のダリアと新品種では日持ちの良さにどれだけ差が出るのでしょうか。実際に比べてみました。新品種のダリアは1週間以上長持ちします。新品種のダリアは2020年4月に品種登録出願されました。2022年秋から全国のダリア産地で切り花出荷が始まる予定です。切り花として花束やアレンジメントに最適です。大切な人に届けてみませんか。